どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃん、スナップヒーローズドラゴンボールバーダックゼロとトランクス、こちらの2体を組み立てたいと思います。まずは SH03 トランクス未来から組み立てていきましょう。これはね、簡単に本当にねできるんで、ちっちゃい子一人でもね作れると思います。ではね、箱から出して組み立てていきましょう。パーツはこんな感じでね、袋に入ってるんで、早速ね袋から出します。袋から出したパーツがこちらになります。今回も少なめですね。あとシールもなくて全部ねペイントされてるんで、これはね組み立てるだけなんで本当に楽ですよね。はい、こちらが説明書になるんですが、これをね見ていったら簡単に組み立てることができます。それでは組み立てていきましょう。まずはね頭のパーツです。もうほとんどね順番ね同じなんですよね。頭のパーツを、頭の後ろにジョイントを取り付けて、次にね顔面パーツですね。顔面パーツをはめて、はい、ここにね頭の前側のパーツですね、グッとつけると、はい、男前のトランクスの頭の完成です。次はね腕ですね。腕のところにジョイントを取り付けて、もう一つにもジョイントを取り付けます。同じように足にもジョイントパーツを取り付けます。これも2つジョイントですね。あとはボディーパーツをね付けていくだけですね。一番本体のジョイントにまずは体グサ、そしてねもうどんどん差し込んでいくだけですね。足パーツ、足パーツはね左と右があるんで注意してください。グサグサ、そして腕グサで、反対側にも腕を取り付けて、で最後に頭ですね。頭をグサ。はい、これでねトランクスは完成になります。かっこいい、かっこいいですね。くるくる、後ろが見るとねちょっとあれなんですけど、でも実はねトランクスは武器持ってますから、このね艶消しの鞘があるんで、これを背中部分に取り付けます。ここにぐさっと、あ、いい感じですね。じゃあ後ろから見てもかっこよくなりました。鞘はいいんですけど穴が開いてないんで剣をしまうことはできないんですよね。そしてこちらが剣になります。かっこいい、キラキラしてかっこいいですね。これをね持たせることができるんですよね。ぐさ、おー強そう。はい、剣を持たしたトランクス、これもまたかっこいいですね。腕がねこんな感じで動くのと、足もね動きます。頭も動きますね。男前のトランクスね、服とかこの辺もね細かいペイントですごいねかっこよくできてます。それでは2体目バーダックゼノ、こちらの方を組み立てていきたいと思います。あんまりねこのバーダックゼノお店でね並んでないんですよね。人気があってみんな買ってるのか、たまたま在庫が少ないのかちょっとわかんないんですけど、僕はこれ Amazon さんで買いました。はい、箱から取り出します。はい、パーツの方はこちらになってます。では早速ねさっきと同じですね組み立てていきましょう。まずはね頭の方ですね。頭パーツにこのね合体させます。よいしょ、パチパチと合体させて、でここに、ジョイントをつけます。ジョイントを取り付けて、仮面のかぶった顔、これをセットします。よいしょ、ここはねちょっと硬いですね。グッと押し込んでこんな顔ですね。うわすごいかっちょいい。で頭の前の部分ですね、髪の毛バチッ、はい、するとこれでも頭は完成です。うわかっこいい。ここからはねもう本当にね全く同じですね。さっきと腕パーツにジョイントをつけて、もう一個ジョイントつけます。で足パーツにもジョイントをつける、ジョイントをつける、
でもう一個ジョイントつけます。で、これですね、ボディのジョイント大きいやつですね。でここに本体を取り付けて、これはね裏側にも体の部分ですね、これをグッとつけるとこんな感じですね。でここからは足からいきましょう。足をパチで、反対側もパチで、腕ですね、腕をポチで、最後に頭をセットしたら、ファイバーザックゼノ完成しました。トランクスもそうなんですがね、顔がねすごいね綺麗にペイントされててかっこいいんですよね。またいろんなポーズを刺して遊ぶこともできるんで、ちっちゃい子やったらねこれはきっと楽しいと思います。はい、今回はスナップヒーローズドラゴンボールバーダックゼノとトランクス未来、こちらの2体を組み立ててご紹介しました。5分ぐらいで組み立てることができるんで、またちょっと暇な時にでも作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね。